ザ。こんにちは。さあプロ野球ね、はい、いやいろいろ珍事件ではないですけれども珍プレー、まあそうだな、であるじゃないですか。例えばクロマティ選手だったりとか新庄さんがその外したあのねボールを敬遠のボール、そうです、敬遠のボールを例えばホームランにしてしまったりとかヒットにしたりとか、そういう面白い例えば点の入り方とかってあるじゃないですか。あ、まあ、あのだからそこには、はい、いろんなルールが、うん、野球のルールって一冊の本になるぐらいルールがあるからね。ルールブックってあるんですか。ああ、だからルールブックがあって、はい、それを全部頭の中にないと、はい、なんか突如として変なことが起きると困る時ある、うん、数年に1回ぐらいそういうのありますよね。あるある。まあ例えばさ、はい、ドーム球場が増えてさ、はい、屋根に当たって、はい、その球場によってもインプレーだったり、はい、もうツーベースだったり、はい、いろいろルールは違うんだよね、はい、だからそれだけ取ってもルールっていうのは大変だよね、はい、そうですね。あと選手の中でも分かってなかったとかで、うん、それでなんかこうアウトになってしまったりとか、うん、あ、それは OK だったよとか、選手も分かってなくてプレーしてる、ね、あるっていうのもありますけれども、ちょっとねこれヤフー知恵袋、よくいろんなね皆さん質問、野球以外でもしてるその あるんですけど、うん、ヤフー知恵袋というのがその中の野球のコーナーで、過去にプロ野球で振り逃げ満塁ホームランがあったって本当ですかってどなたかが質問してるんですよ、うん、それに対して、はい、本当ですと、はい、ありましたと、はい、時は1960年ですよ。お、俺が2歳の時かじゃあ生まれてんな。生まれてますよ。生まれてる、はい、ただ東映対大米、はい、まあ、まあ古いですよね、まあ、東映対、大米の試合で3対1で、はい、まあ、東映のリードで迎えた8回表、うん、2アウト満塁の場面です、うん、で東映のピッチャーは土橋さんですよ。土橋さんです、はい、で、大米の山内さんをボールカウント 2ストライク3ボール2スリーから見逃しの三振に仕留めました、うん、でしかし、東映の安藤捕手がこの時の最後のストライクの投球、うん、第3ストライクの投球を後ろに捕面したと。ああ、で東映のコーチは三振でチェンジだと思い込み、うん、ナインにベンチに戻るように指示していたんですが、うんうん、内野の選手は山内選手にグラウンドに走るよう指示したと。ああ、で山内選手はダイヤモンドを一周し満塁走者を一掃して自分も生還したという、まさに振り逃げ満塁ホームランがあったということなんですよ。こんなの成立するんですか。ピッチャー誰って言った。土橋さんです。俺土橋さんが生前にその話を聞いたことがあるんだ、うんうん、あ、まさに土橋さんから言ったの。あの野郎さとか言ってちょっと本当に覚えてたの土橋さん。いや土橋さん覚えてます。一緒に口説かれたもんな。そうですそうですよね。そうだろ、はい、いや土橋さんに聞いた話だと、はい、ね、うん、あの野郎ボールを反らしやがってとかいう話から始まったんだ。あ、キャッチャーのね。キャッチャー、はいはいはい、で山内さんは確かに振り逃げの権利はあるんだよ、はい、2アウト満塁、うん、ね、でベンチに一回戻ってたんだって。はいはいはい。だからいきなり捕面したからって走り出したわけじゃないんだ。じゃないんですね、うん、でベンチに戻ろうとしてたんだって、はい、山内さんは、はい、だからそれを見てナインが引き上げた。あ、そうですよね。バッターが三振を認めたっていうことだ。そうですね。もうあの振り逃げ、まあ三振をして、うん、もう振り逃げは放棄したと思ったらしい、はい、だからベンチに帰ろうとした、はい、でもベンチに帰ろうとして、はい、V の字でファーストベースにいきなり走り出したんだってそれはまだグラウンドと認めてるからいいんですね。これがやっぱし、はい、今では審判が決定することなんだよ、はい、もう放棄したと見なされるか、だけどキャッチャーもこう帰ってる山内さんの姿に対してタッチの動作をしてないから、はい、その審判もあれ どうするんだろうっていうような感じで見てたんだと思う。そしたらだってそれは指示できないからね、審判は口出しちゃダメですもんね。そしたら U ターンをし始めるんですよね。山内さんがみんなに走れ走れって言われたらしい、はい、で一斉にじゃあランナーもも走ったらしい。じゃあランナーはまだベース近くにはいたってことですか。いやだから振り逃げだからさ、はい、振り逃げだろうなと思って2アウト満塁、はい、いや普通ランナー1塁だと振り逃げっていうのはないわけよ、はい、ワンアウトで、うん、ルール上ね、はい、でも2アウトに限り、はい、いかなる塁に行っても振り逃げっていうのはあるわけ、はい、だからランナーはそれは知ってるわね。あ、そっか。だからランナーはまだ
引き上げてはなかったの。だから走り出したんだよ、後ろそらしたの。あ、そっかそっか、うん、でバッターだけが、あ、もうバッターだけがベンチに戻ろうとしてたら走ってるぞってなって、うん、だからそんなにねスピード上げてないと思う。ゆっくりゆっくり走ってたと思う。あ、だって全然どうしたらいいんだみたいな。そうですよね、うん、でここには見逃し三振と書いてありますけども、もしかしたらこれ見逃し三振ではそういうの。あ、だから多分振ってると思うよ。なんかハーフスイングだったりこう引っ掛けてるとはいうことですよね、うん、いやそれで V の字で走り出して、で土橋さん曰く、あの野郎何してんだと思ったらしいんだよ。まだ気づいてなかったの。気づいてない。でもキャッチャーの人は、あれちょっと様子が、あれバレたかみたいには思ってた。いや、バレたかっていうかさバレ、ね、帰れ帰れって言うからほっといたんじゃないの。で、ボールは点々として後ろに行きますよね、うん、だから審判がその時にアウトって言っとけばそれで済んだんだけど、三振だけど、三振だからコールはしてるよね。まあ、そうです、ね、ただ成立はしてないわけよ、振り逃げだから、うん、だから走り出したという話があるんだけどね。まあ記録は満塁ホームランではないよね。何になるんですか。何になるんだろうね。エラーになるんじゃないの。だから結局あ、キャッチャーのエラーっていうことですかね、うん、ただそのバッターが振り逃げでホームに帰ってくるぐらいって結構時間あるじゃないですか。阻止できなかったんだろうかっていう、なんかおかしいぞと気がつくよね気づきますよ。気づくけど、はい、でも昔こういう話、こういうことがあったんだよ。ワンアウト満塁で、うんうんうん、広島戦ね、はい、キャッチャー達川さん、はい、キャッチャーフライ高く打ち上げたんだよ、うんうんうん、9回、うん、サヨナラのチャンスで、はい、ああと思ってたん、うん、でインフィールオブフェアって、はい、いわゆるインフィールドフライっていうことですね。そうそう、はい、だからファールグラウンドに落ちても、うん、インフィールドに落ちたら成立するよって、はい、インフィールドがっていうことを審判がコールしたんだ、はい、そしたら達川さん落としたんだよ。あ、落としたインフィールドで、はい、それはたまたまですか。たまたま、はい、風が強くてね、はい、そしたらもうホームベース上のところでさ、はい、落としてるから、はい、達川さんは、うん、あ、ホームゲッツができると思って、うん、ホームを踏んで、ファーストランナーバッターも走ってないわけよ、はい、だってインフィールドフライは宣言されてるから、宣言されてるからか、そうか。でファーストに投げて、そしたらゲッツーでその回終わりじゃない、はい、サヨナラのチャンスがなくなる、はい、でもインフィールドフライってさ、はい、タッチプレーなんだよ。全部タッチしなきゃいけないんだ。タッチしなきゃいけないんだ。誰一人タッチして。俺らも広島ベンチもそうだけど、はい、俺らのベンチも半分ぐらい分かんなかったんだよ、はい。そしたらみんながその半分が、あ、山崎がサードランナーで走れ走れってホーム来いって言って、はい、言って、そしたら山崎も分かってないんだよ、うん、うん、みたいなでもとりあえず走って、まあ、とにかく踏めとか言って、はい、そしたら踏んだら、はい、ゲームセットってなったんだよ、はい、だから大半が分かってないんだよ、何が起きてるの。みんな分かってない分かってないんだよ。そうです、分かってないけど、はい、ルール上は、はい、インフィールドフライを宣言された時点で、はい、タッチプレーになるから、はい、もうバッターはファーストに投げなくてもアウトなんだよね。はい、そうですよね。そうでしょ、はい、だからそのサードランナーに対してはホームを踏んでもフォースプレーじゃないから、うん、タッチプレーをしなきゃいけない。それを達川さんが勘違いしたんだ。あ、だからホーム踏んで、うん、一塁投げてゲッツだと思っちゃったってこと。それで広島ベンチが出てきて、はい、抗議してるんだ、はい、抗議する問題でもないじゃん、ルール上それが正しいわけだから、はい、だから分かってない、分かってなかったの。あ、だからそこで球審がいやいやルールブックというかね、規則でこうこうこうなんですよって説明して、そこで、あ、そうなんだみたいな。だからそれもその達川さんがそういう事件を起こしたのも9回サヨナラの場面でしょ、はい、で土橋さんが投げたボール、はい、4点入ったシーン、はい、振り逃げで、はい、それも8回でしょ。そうです、やっぱりね、終盤でみんな緊張感とか、はい、もう勝てるとか、はい、そういったこう切羽詰まった時に、うん、そういう事件が起こるよね、よく起きますよね。だあんまり初回とか中盤にはなかなか起こらない。なかなか起きないよね。土橋さん怒って、タバコ部屋でタバコかーって灰を灰皿に入れないとボロボロ下に落としながら怒ってます。あの野郎さってベンチに帰るふりしやがって一塁走りやがったんだよー言って、完全に逆切れみたいになってる。逆切れになってる、ね、そうですよね、うん、だ土橋さんは結局この回4点取られたことになるってことですよね。土橋さんのこれ失点になるんですか。だからエラーがキャッチャーにつくと思う。あ、そうか、だから自責にはならないと思う。だって3対1で東映がリードしてたわけですもんね。だから大杉さんに月に向かって打てっていう話があったじゃん。
あるんだよ、はい、だからホームランを打てる人でね、はい、大杉さんが月に向かって打てっていう監督の名言が残されてるんだよ、はい、これ誰が言ったのかな、水原さんが言ったのかな、うんうん、まあそういう有名な監督がね、はい、大杉さんに月に向かって打てる、うん、ね、それは土橋さんが言ってたよ、たまたま月があっただけだよってもうね、もう身も蓋もないんだよ土橋さんはね、バッサリ行きますバッサリ行くぜよ、いや、バッサリ行きますよ、ね、本当なんかこれ見てたらなんか怒ってるかもわかんないけどな、ね、天国でね、本当そうですね、まあ、でもシャイな部分もね、いやいや、ピッチャーというか、もう本当素敵なな、素敵な、本当喋りのうまいな、そうなんですよ、素敵な親父だったけど、はい、まさかその土橋さんがね、うん、ね、珍事件のこの渦中の中にいたとは、そう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 、ね、土橋さん結構事件起こしてるからね、あ、そうなんですか、そうそうそう、じゃなんか土橋さん列伝みたい な、そういうのもやりたいですね、面白いね、はい、いや今日はね、ちょっとこういうなんかプロ野球の珍事件というのを、はい、まあ、珍プレーというか、うん、そういうのをちょっとピックアップするっていうのもまた面白いですね、まあ、だからルールによって、はい、解釈によってね、はい、だから審判の人がアウトって認めれば、うん、そういう事件が起こらなかったんだけど、うん、やっぱ審判も選手が行動を取るまでリアクションを起こせないっていうプレーもあるからさ、そうですね、あとあれですよね、うん、例えばあの挟まれた時の前のランナーと後ろのランナーのっていうのもありますよね、うん、とかタッチプレーの動作がないと3フィートラインっていうのは3フィートね離れてタッチをかいくぐってもアウトだっていう、でもそのタッチの動作がないとその3フィートは適用されないとかさ、だからそれを知らない選手も1人2人ぐらいはいたとしたら、そうですよね、やっぱプレーが雑になるよね、なんかね、ジャイアンツ戦とかで昔あったような記憶もあるんですよね、あるあるある、なんかそういうのをちょっとピックアップして見るのも面白いですよね、だから こんな感じでタッチで一塁投げて、うん、いやタッチのプレーがあったって言うけど、はい、でもこれがタッチの動作だというふうに審判が認めなかったら、うん、はい、それは不成立になる、だから審判のそこはさじ加減にかかっちゃってる場合もあるってことですよね、そうそうそう、もちろんもちろん、だからこれはもうさじ加減だったと思うこれはね、山下完全にね、もう尻尾巻いてベンチ帰ってたんだから、そうですね、だから一旦もそこでもう試合は終わった、ゲームはそこで終わったものと そのイニングはっていうふうに見ちゃえば球審だってそれは成立しないよってできたかもしれない、土橋さんなんだよ、あんな野郎お前三振して走りやがってって土橋さん怒ってたんですよ ねまあまあそういうね、はい、まあ珍事件をはい、今日は、ね、はい、取り上げました。はい。